今回はスイステックのユーティリティキー6 in 1のご紹介です。こちらはキーツールでキーホルダーにつけておく工具の一つです。先日ご紹介したこちらのタイプと同じような製品になります。早速開封していきたいと思います。海外の製品ですので、このいわゆる超開きづらいパッケージになっています。ちょっとカッターを探してきます。やはり海外の製品ですので非常に開けづらいです。開封できました。外観はこのようになっています。キーホルダーにはこの状態でここを引っ掛けるといいと思います。そしてこれを実際に使う際はまずここを開きます。結構きついですね。ここを開くことができるはずですが、あ、開きました。そして180度まで開くことができます。まずここは分かりやすいですね。プラスドライバーがついています。そ
そしてここがビールなどの瓶の蓋開け、そしてここが波場のナイフ、ここがストレート刃のナイフになります。ナイフの切れ味はどの程度でしょうか。実際に紙を切って確認したいと思います。切れないですね。まあ刃が小さいですので、郵便物の封筒を開けるようなペーパーナイフ的な使い方をするのがいいかもしれません。波刃の方でちょっと切ってみます。やはり切れないですね。ですのでこれの用途としては、瓶の蓋開けやドライバー、あと実はここにもマイナスドライバーがついています。瓶の蓋開けプラスドライバーマイナスドライバー、これらがこのツールの主な使い道だと思います。ナイフの方は使えませんのであまり出番はないと思います。